今日の修羅場。さあ始まりましたザ・修羅場。MBC タレントの山住萌香です。 MBC アナウンサーの小野小太郎です。 MBC ラジオ営業の刈谷と申します。よろしくお願いします。さあ記念すべき第1回目の投稿となるダ・ザ。はい、もう今違ってる。ドイツ語かな。漢詞がダ。じゃあもう一回いくね。もう一回いくの。はい、続けてください、はい、さあ記念すべき第1回目の投稿となるザ・修羅場ですが、はい、簡単に番組の概要を説明させていただきます。ちょっと硬いな。難しい。寝起きだからね。寝起きだから硬いってどういうことだマジ。ごめんなさいね、ちょっとテンション上げていきます、はい、私たちは九州の南、鹿児島県にございます、うん、MBC 南日本放送というテレビラジオ局で働くメンバーです。そこで昨年実施されたラジオ新番組グランプリ、タレント陣がポッドキャストでのレギュラー番組をかけて、はい、それぞれが新番組を作りエントリーしていました、はい、そこでリスナー投票を行った結果、はい、グランプリに輝きポッドキャストでのレギュラー配信が決定した番組こそがこのザ・修羅場となります。いいよ、鳴り止まない拍手が鳴り止まない。やめてないだけ。割と早くなりやんだ。小野アナウンサーから番組内容の説明をお願いします。はい、この番組は恋人、そして会社、友人などさまざまな場面での修羅場を取り上げて解決策を見出していくという番組です、うん、実際に修羅場を私たち3人で演じた後、それぞれの視点から解決策を見出していきたいと思います。はい、ザ・修羅場のメンバーにはタレントでもなく、はい、アナウンサーでもないメンバーがおります。ラジオ営業部の刈谷くんです。はい、ラジオ営業の刈谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タレントさんとかですね、アナウンサーが新番組グランプリにすみませんね、みんな甘噛みですけども新番組グランプリにエントリーする中、ひょんなことから紛れ込んでしまいました。やっぱね、最近はね、このザ・修羅場が始まるとなって、うん、なんか日常生活でトラブルが起きた時とか、うん、まあ、いつもへこんでたようなことが、あ、これネタになるなっていうね、ちょっと私生活にプラスの影響が出てきております。すごい、ポジティブな影響だ。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと一個確認なんだけど、はいはい、ラジオ営業部から OK は出てるの、うん、この出演について。黙認黙認黙認かないないでしょ今まで。そうね、初めての参加だったということで、うん、なかなか、まあ、珍しいパターンではありますけれども、全国見てもいないよ、うん、多分ないよね。ちょっと、まあ、大丈夫、うん、世の中多様性だから。ありがとう、心強い仲間。頑張っていこう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。さあ早速記念すべき第1回目の修羅場、それではどうぞ。わあすごい、私夜景の見えるレストランなんて初めて。小太郎さん、こんな素敵な場所に連れてきてくれてありがとう。当たり前じゃないか、君と付き合って初めてのデート、魅力的な君にぴったりのお店用意してきたんだよ。いやもう本当に私今鹿児島市内の中で一番幸せだわ。鹿児島市、世界中とかならまあわかるけど、鹿児島市、ね、ちょっとお腹空いちゃった。若者少ないけど、うんと、ここはね僕の行きつけのお店で、他にはない一味違った料理が魅力的なんだよ。コース料理頼んでるからさ、もうすぐ来ると思うよ。お待たせしました、本日はご来店ありがとうございます。本日は素敵なお二人のためにスペシャルメニューでご準備しております。スペシャルメニューだって楽しみすぎる。まあまあまあ、焦らず焦らず。では本日の一品目、こちら牡蠣とバジルとサーモンの三つ丼です。ちょっとおいしかったね。ねえ、初めは不安だったけど食べてみたら美味しかったな。このお店は出よっか。そうね、うん、店員さんチェック。ありがとうございます。お会計はこちらになります。あ、ここいいからね、僕が払うからね。いや、その持ってきたよ財布、ちゃんとお金もあるし。いやいや、俺に払わせてくれよ、当然じゃないか。え、いいの。もちろんだよ。もう本当に小太郎さん大好き、かっこいい。払わせて払う。あれ、ちょっと待って、あれ財布どうしたんですか。いや、何でもない、ちょっと待ってね。うん、確か胸ポケットにクレジットカードがあって、うんうんうん、ほらほら、これ、あれ違うな、
これドリンクバーの無料券どこのだよ。ガスト、うん、あれちょっと小太郎さんしっかりしてくださいよ。いやいや財布持たずに初デートに来たんですか。いやいやいやそんなわけない。あれ違う、これね違う、違うんだよね。違うんだ。お客様お会計をお願いします。もう、いやいや、うん、もう私が払うよ。いやいや、お客様お会計をお願いします。商品券対応してないんです。うちこれギフト券、ギフト券はあれギフト券も対応してないです。もうこんなはずじゃねえのに。いやいかがだったでしょうか。今日の修羅場は初デートで高級レストランに彼女を連れてきたものの財布を忘れてしまったというシチュエーションでした。はい、ダサかったね。いや恥ずかしいですよね、ああいう場面は。どうしたらよかったんでしょうね。さあそれぞれの視点で解決策を見出していきたいと思うんですけれど、うん、まずは店員としてカリア君いかがでしょうか。はい、まあ、僕は今回は店員さん役だったんですけれども、はいはい、まあ、店員さんとして解決するの結構この場面で難しいですよね、うん、難しい ね。少なくとも演技上解決しようという意思は感じられなかったね。お客様っていう、ね、お前のせいだっていうのもあったけどね。店員側からしたら払ってほしいもん ね。そうね、まあ、お金はちょっと欲しいなっていうところあるけど、まあでもいいお店をやりたいわけだからこっちはね、お客さん困ってるから、まあ、お客さんを助ける方向でも話は進めたいと思いますね、うん、だからやっぱりそのまあでもお会計いいですよというのはですよ、なかなかちょっと恩着せがましいじゃないですか、うん、違うね、だからまあちょっとあの料理を持ってくるテンションで、うん、あいいですよっていうのを言いたいなと。例えばあこちらあのシェフの気まぐれつけ払いでございますっていう感じでシェフの気まぐれつけ払い領収書添えですっていうこの料理風に言うっていうね、お好みで宛名をどうぞみたいな、この料理の一連の流れでここはいいですよ、おかげいいですよっていうことを言えるシェフになりたい。すごい粋な計らいだけどさ、それってシェフのゴーサイン出てる。いやもうまあもう一人でやってるから厨房、うん、この店そんな大きくないから。めちゃくちゃいい店かと思ったけど、何あのメーターが料理まで作ってるあのメーター全部やってるから適当にいいだろ。その店一人でやってんだね。何でもできるからあのシェフが。いやこれだったらこう魅力的な店に移るんじゃないかなと、うん、そこだったら僕行きつけになるの、ね、通うなっていう。いやそうね、そうね、確かに。まあでも優しい ね、確かにかなと思います。おい、じゃあでは私彼女目線で解決策を考えると、まあお店の方には迷惑はかけられないのでとりあえず私が払う。まあまあそうね、もうとりあえず小太郎さん落ち着いてくださいと、うんうんうん、私が払っとくので後ほどお金返してくださいって言うかな。まあ、いい女の人だね。いい女性の場合ね、優しいね。私です。優しいね。私です。世のいい女の人は、いや実はっていうか、もう私はそうするかな。あ、なるほど、ね、私はいい女なので。素晴らしい、うん、それは解決できてるわ、それはモテるわ。でもどうなん、そういうことがあった場合ってその男の人と今後はどうなんですか。確かになんかちょっと嫌になっちゃうかも ね。あの財布この人本当に忘れたのかなって、本当に忘れたかどうかもわからないじゃないです か。 確かに、あ、わざと忘れてる可能性もある。あ、このタイプの男性がわざと忘れる。確かにこんだけかっこよく膝に振る舞って、うん、いやもしかしたらね、結婚詐欺とかそういうのも考えた方がいいかもですね。多分だいぶいろいろ人生にいろいろあったでしょう、ね、そういう風に考えないもんね、あんまり最近なんかあったぐらいのね、うん、でもそういう風に女性も多分思うだろうから、まあ僕の彼氏目線で考えると、もうね、うんうんうん、こんなことがあったらその女性は無理ですよ。今後女性と付き合ったりうまくいこうっていうのは、うん、まあもう幻滅されてるでしょうし無理、うんうんうん、だからこの際もう女の子に全て払ってもらうようにしないといけないと。お、ね、だってもうさ出れないわけだからお金払わないと。そうね、だからいやもうちょっとごめん君を試したんだとか。どういうことどういうこと。まさか君は払ってもらおうと思って、うんうんうん、財布も持たずに来るような人じゃないよね。僕が好きになった君はきっと、まあ、割り勘とか払ってもいいっていうそういう気持ち持ってる人だよね。やだ、そう思ってきたんだよみたいな。小太郎も最近なんかあった例えば、例えばここであえてあなたが払ってみる、そしたら俺はもっと君を好きになれる気がする。てかさ、てかさ、てかさ、いつも他の男が払ってくれてたん、それはやだ、俺は他の男と一緒になりたくない、初めて男にもご馳走してみなよ、君の初めて俺にちょうだいみたいな感じかな。腹立つな、なんか嫌だ。嫌だなんか試されてるの嫌だ。理由をつけて出してもらうっていう感じね。いやまあ、初めての
経験を僕に欲しいなって。だってさ、ね、付き合ってるのに試される関係って嫌じゃないですか。そうね、なんかいろんな理由をねつけてる感じがね、うん、まあ、もう ね、シンプルに忘れました、うんうん、貸してください、うん、もう開き直って、うん、いや、よし、もうごちそうさまでしたっていう感じいやー、惜しかった2軒目行っちゃうっていう女の子にいやー、ごちそうさまでした、うまかったみたいな、急に急にね、急にそれぐらい開き直れば最後らへん怒るって言ってるのにねいろんなそうこの常連感出してる、常連感出してレジのところに近づくにつれてどんどんおー、ごちそうさまでしたっていう、もう90度でもう人格変わるぐらいね、人格変わる、もうお世話になっちゃうっていうのもありかもしれないね、うん、女の子が戸惑っちゃいます。そう、2軒目行こうぜ、2軒目には行きたがるって財布は持ってないからスイカで払えるところで、スイカで払えるところ限られてるからねじゃあここまで話し合ってまいりましたが、今日のまとめをカリア君お願いします。スマホケース の、 あの裏のとこに1万ぐらい入れとこうね。さあ、ここ本当の解決策出してきた本当の解決策出してきたポッドキャスト配信より本当にためになる解決策出してきたぞ営業部のカリアが、うん、これでちゃんと解決しよう。おい、ね、YouTube のラジオポッドキャストグランプリの時しょうもない解決策しか出してこなかったくせにまあ今回1回目だからね、ちゃんとねここまでお送りしてきましたザ・シラバ、いかがだったでしょうか。ザ・シュラバではポッドキャストだけではなくインスタグラムや X、旧ツイッターですね、やっておりますので、ぜひシュラバエピソードお待ちしております。それではまた次のシュラバでお会いしましょう。お聞きくださりありがとうございました。ありがとうございました。